私は今大阪市東住吉区の長井植物園に来ております。ご覧ください、ボタンの花が綺麗にたくさん咲いております。ただいま夕方の時間なんですが、今日の最高気温は 25.5 度ととっても暑くなっています。このボタン園では80種類以上の花々が咲き誇り、平日にもかかわらず多くの見物客でにぎわいを見せていました。赤やピンク、白といった色とりどりの大きな花が開き、写真撮影を楽しむ人も多く見られました。長井植物園では春の花が咲き誇り、大きな池の端では鯉のぼりが上がっていました。気象庁によると土日は晴れの予報で、さらに多くの人でにぎわいそうです。